いつみとは、日本のバレエダンサーである。東京と生まれ。1977年からバレエを始め、今村博明、川口ゆり子に支持する。第14期 AM ステューデンツ、立花バレエ学校を経て、1990年、牧きあバレエ団に入団する。牧きあバレエ団で、主役級の役柄を多く務めるほか、1997年からは、 新国立劇場バレエ団でも活躍し、2009年からは登録ダンサーの地位にある。牧あさみバレエ団が2006年に初演した高窓の宮の利ひと新の追悼作品、アビアントでは、ロバート・トゥーズリーとのダブルキャストで主人公、ディアム役を務めた。川口と今村博明が主催するバレエシャンブルーエストでもソリストとして出演している。2008年には、 チャレンジケロロの超短編白鳥の湖の振り付け及びバレエ指導を手掛けた AB ダンシングダンシングスペシャルフィーチャーズカバーストーリーいつみともひこ2011年7月10日閲覧オノラブルダンサー新国立劇場ウェブサイト2011年6月19日閲覧アビアント公演プログラムバレエシャンブルウエストバレエシャンブルウエストウェブサイト2013年9月1日 閲覧。チャレンジケロロ第2弾。今度は、クラシックバレエであります。2008年3月7日、2011年6月19日、閲覧。第24回、服部千恵子少女勝者日本バレエ協会ウェブサイト、2011年6月19日、閲覧。ありがとうございます。